エフレン・バスケス・ロドリゲスは、スペイン・バスク州ビルバオ出身のオートバイレーサー。現在、ロードレース世界選手権 125CC クラスに参戦中。4歳の時からレースを始める。11歳の時には、バスク地方のポケバイ選手権で、チャンピオンとなった。2004年には、モビスター・ジュニアカップで、シリーズ6位となり、アルベルト・プーチが主催する、若手ライダー育成プログラム。 モートジッピーアカデミーの1期生に選ばれて2005年シーズンからはスペインドードレース選手権 125cc クラスに参戦を開始した。参戦者年度は2度表彰台を経験しシリーズランキング4位を記録した。翌2006年は鎖骨の骨折に苦しみシリーズ7位に終わった。2007年には成績は改善しステファンブラドル スコット・レディングに次ぐシリーズランキング3位を記録した。また2007年には、成績不振のアルトゥーロ・ティゾンの大役として、ブルセンス・アプリリア・ジャーマニーチームから、ロードレース世界選手権 250cc クラスに、第8戦イギリス GP から参戦を開始した。だがマシンへの順応に苦しみ、10戦してわずか1ポイントの獲得に終わった。2008年には、 ブルセンス・アプリリアチームからスコット・レディングをチームメイトに世界選手権 125cc クラスに初参戦31ポイントを獲得しシリーズランキング20位を記録した。また並行してスペイン選手権にも同チームから参戦し4年目にして初のシリーズチャンピオンに輝いた。2009年にはデルビのファクトリーチームに移籍し ホアン・オリベとポール・エスパルガロをチームメイトに世界選手権への参戦を継続した。第3戦スペイン GP で5位に入ったのがベストリザルトとなりシリーズ14位を記録した。2010年も同チームに残留、開幕戦カタール GP では2位に入り、自身グランプリ初の表彰台を獲得した。その後も安定して上位でのフィニッシュを続け、 第12戦3割の GP では2度目の表彰台を獲得、年間ランキングでは5位に成績を伸ばした。2011年シーズンは、前年度にチャンピオンのマルク・マルケスを排出した、アジョモータースポーツに移籍し、125cc 最後のシーズンを迎える。ありがとうございます。